かに立つ影はミラーマン、ミラーマン、の世界を通り抜け、今だキックを使え、目だミラーナイフが銃を切る、なんとつぶらやイマジネーションで私の活躍がコミックス化されるぞ。更新が楽しみだな。来たぞ我らのウルトラサブスク。ヒーローや怪獣にもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに限定アイテムやオンラインイベントなど、かつてないエンターテインメント体験をお届けします。つぶらやイマジネーション、ウルトラサブスクで検索。今だつぶらやイマジネーションにアクセス、スペシャルコンテンツだ。グリーンバード918便です。おかしいな。墜落じゃないと。これは停止、ジェット旅客機が空中に停止したんです。チーフポイント、浪岡市上空です。時計が止まった前、管制塔19時43分、グリーン色の光が浪岡市を覆っているという緊急連絡を最後に、グリーンバード918便と交信が途絶えました。現在呼び出しを続けていますが、グリーンバード918便は遭難したものと思われます。以上。浪岡市で何かが起こったんだ。藤本君、浪岡無線局に問い合わせてみろ。浪岡無線局、浪岡無線局、応答願います。こちら SEM、 浪岡無線局、応答願います。先生、浪岡無線局どうぞ。ダメです、応答ありませんね。はい、SEM です。は？ええ、野村ですけど。日野さん、日野さんなのね。ずいぶん探したわ。どこ？今どこ？ええ、三谷先生ここにいらっしゃるわ。先生。はい、三谷だが。先生、俺が天才だってこと、今度はあんたも認めてくれるだろう。え？俺の理論と連中の持っている科学が一つになって、重力をコントロールすることに成功したんだよ。そうだよ、浪岡市は今想像もできないようなものすごい重力に。ん？そう、浪岡の町は
時間の止まる壁に包まれているんだ。見たらえ先生、あの壁を突破してみろ。SGM のかつての仲間たちによろしく。あの日野君がまさか。チーフ、とにかく人口100万の都市が突然沈黙してしまうってことはただ事じゃない。はい、我々が浪岡急行しましょう。そうしてくれ。行こう。僕も行きます。あのバカ者が。検診号だ。ストップ。チーフ、様子を見てきます。うん。チーフ。どうした、鏡君。秒針が少し遅くなり始めたようです。うん。どうした。どう言っていいか。何があったんだ。グリーン色のガラスのような透明な壁が。何？その中で1台の車がまるで凍りついたようになってるんです。うん。そのガラスのような壁はこっちへぐんぐん近づいてくるようなんだ。本部へ連絡だ。乗れ。 SGM、 SGM。 おい鏡君。鏡君か。日野さん。御手洗先生のところを飛び出してこの一年、どこで何をしてたんだ。浪岡市で今何が起きてるんだ。あの町をどうしようというんだ。日野さん、インベーダーに魂を売ったな。何とでもいい。俺は俺の才能を認めようとしなかった御手洗を見返してやったんだ。彼らと手を組んでね。俺は彼らが必要だ。彼らも俺が絶対に必要なんだ。日野さん、ユキさんのことを考えたことはないのか。ないね。今帰って御手洗に言う。何？人口100万の浪岡市は俺の手の内だ。取り返せるもんなら取り返してみろってね。
の壁を何とか突破する方法はないんですか？ダメだ。重力をコントロールしているところを見つけて破壊すれば。しかしそれもあの時間停止点の壁を突破しなければダメだ。先生、我々の力じゃどうしようもないんですか？あの町には100万の人間がいるんです。100万人の命を我々は見せなきゃならないんですか？先生。人口100万の浪岡市は沈黙したまま恐怖の一夜は明けた。チーフ、異常電波をキャッチ。今までにこんな大きな飛行物体をキャッチしたことがない。なんだこいつは。先生、おそらく巨大な宇宙船だと思いますが。浪岡市に着陸するつもりかもしれない。うん、間違いない。そうか、奴らは浪岡市の重力を自由にコントロールできるんだ。浪岡市に着陸されたら我々は手も足も出んぞ。先生、時間を止めるあの壁を突破する方法はないんですか？あれを突破するにも、あの中から脱出するにも、光以上のスピードが必要なんだ。光？光？緊急情報、緊急情報。浪岡市の周囲を円形に取り囲んでいた時間停止点は再び広がり始め、約2時間後には東京もその範囲内に入るものと思われます。未来を築く希望の光、ウルトラマンタリガー。みんなを笑顔にしたい。それが僕の夢見る未来です。ナースデス星号発進。皆さん、道具上だよ。とうとうこの時が来たのか。ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、毎週土曜朝9時。ウルトラマン放送開始55周年のこの夏、円谷プロの昭和、平成、令和を貫くアートワークスと最先端技術のデジタルゾーンが関西へ。円谷エキシビション2021、神戸兵庫県立美術館ギャラリー。ウルトラヒーローズエキスポ2021サマーフェスティバル、略してウルサマ。ヒーローが夏を連れてくる。ウルトラマン55周年を記念したジオラマ、ヒーローとの撮影会、超迫力のバトルステージ、新ヒーローウルトラマントリガーが毎日やってくる。ウルサマは完全入れ替え制で開催、好評開催中。スプレヤイマジネーション有料会員は500円引き、詳しくはウルトラサブスクで検索。この危機から地球を救える者は僕しかいない。いや、僕にだってその力はないかもしれない。今度こそ僕は死ぬかもしれない。しかし僕はやる。やるぞ。誰だ？
何するんだ、気が狂ったのか。やめろやめろやめろ。俺はお前たちに協力した、その俺を。そうか、初めからそのつもりだったんだな。畜生。やめてくれ。奴らの科学を利用すれば、俺の考えていた重力をコントロールするマシンが、作りたかったんだよ、俺は。波岡氏の重力を元通りにするのはどうすればいいんだ。ダメだ。あの町へはもう誰も行けない。あそこへ行けるのはインベーダーと光だけだ。光。ダメだ。俺は恐ろしい注射をされたんだ。ヒノさん、ヒノさん。あと3分で都内に侵入します。マシーン、今ミラーマンは必死の思いでマシーンの内部に突入したのだ。そしてここに初めて我らの敵、地球侵略者インベーダーの実態を見た。インベーダー、それは影の国、宇宙に漂う幾千の星から、あるいは私たちの誰も知ることのできない4次元の世界からやってきた侵略者である。彼らが人間に変身し、あるいは怪獣に変身し、地球を狙ってやってくるのだ。ミラーマン、危ない。彼らの正確な姿は我々には見えないのだ。
頑張れミラーマン。長くとどまるのは危険だ。早く逃げるのだ。波岡市の重力をコントロールしていたグリーンの球体が爆発し、巨大な地球攻撃基地は宇宙の果てへ弾き飛ばされていった。いくつかの謎を残して地球の危機は去った。一つの危機は、インベーダーに売り渡した魂を命と引き換えに死んだ。
ベーダーたちは次は何を計画しているのだ。何を、何を。火炎怪人ザイラス登場。謎の飛行物体が墜落した事実を確認した SGM は直ちに調査に乗り出した。そしてそこで発見されたのは宇宙ビールス菌だったのだ。地球撲滅を目指すインベーダー、そのインベーダーの背後には火炎怪人ザイラスがいるのだ。戦えミラーマン。次回火炎怪人ザイラスを受けにご期待ください。朝焼けの光の中に立つ影はミラーマン。ミラーマン君の世界を通り抜け。今だ、キックを使え。目だ、ミラーナイフが銃を切る。戦え僕らのミラーマン。星空の光の中に立つ影はミラーマン。ミラーマン光の壁を突き破り、今だ、とどめの一撃。頭だ、ミラーシュートが敵を刺す。戦え僕らのミラーマン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録すると動画の更新をお知らせするぞ。それでは次の動画もお楽しみに。